アズ橋に沈め、雪の花は、2019年2月1日に公開された、日本映画である。中島美香が歌った、雪の花をモチーフに恋愛映画として、戸坂博ヒロミと、中条あやみのダブル主演で、実写映画化された。2018年2月に、大型ラブストーリー企画として、タイトルは隠されたまま、三代目、J ソール・ブラザーズ・フロム・エグザイル・トライブのト坂カ・ヒロウミと、 中条あやみの初共演が発表された。同年6月、企画の内容が公表される。幼い頃から病気がちだった平井美幸は、ついに主治医、若村から、残り1年を大切にするようにと、余命宣告を受ける。そして、自分だけが取り残されてしまったような思いで歩いた、病院からの帰り道、1万年橋の上で、 美雪は自転車に乗った男にバッグをひったくられ、悲鳴を上げることもできずにしゃがみ込んでしまう。そこに通りかかったがラス工芸家を目指す青年、渡引雄きは、犯人を追いかけて、バッグを取り戻し、美雪に、声を出していけよ。と励ます。その後、美雪は、街角で偶然見かけた、雄介の後をつけて、雄介が勤務するカフェ、ボイスを訪れる。美雪は、 ゆうすけとカフェの経営者である岩永との会話からカフェが経営危機に瀕しているのを知り、私が出します。100万円。その代わり1ヶ月、私の恋人になってください。と、精一杯の声を出して、一生分の勇気を振り絞り、期間限定の恋を持ちかける。ゆうすけは、みゆきの申し出に戸惑いながらも恋人を演じることを引き受ける。 自分の体のこともあって、恋愛は諦めていたみゆきは、北欧風の可愛いい夢ノートに、恋人としたいことを書いていき、それをゆうすけと共に実行していく。初めての待ち合わせ、お弁当、別れ際の見送り、ゆうすけには、こんなことでいいのという感じのことがみゆきにとっては何もかもが輝いて、思えた。いつも眺めていた隅田川の遊覧船デートや、 ゆうすけの店を恋人として、手伝ったり、ゆうすけの家で家族を紹介してもらって、一緒に楽しく食事をしたり、みゆきの夢ノートに書かれていた、ずっと想像だけで終わると思っていたことが一つずつ実現していった。ゆうすけの家からの夜の帰り道、二人はライトアップされた一万年橋のたもとを話しながら歩いている。そして、ゆうすけが照れくさそうに手作りの綺麗な水色の、 ガラス玉をみゆきに渡す。みゆきは少し迷いながらも、恋人契約を一気に終わらせましょうと言い、最後の大イベントと言って、フィンランドへの旅行に、ユウスケを誘う。フィンランドでは、美しい景色、優しい街並みの中で楽しく過ごし、自然と距離が近づく二人だったが、やがて旅の終わりとともに、恋人の契約期間も終了となり、二人は心残りを感じながらも、別れてしまう。 ゆうすけと別れた後、一人で冬を迎えたみゆきは、子供の頃からの夢だった、幸運が訪れるという赤いオーロラを見るために、主治医、岩永の反対を押し切り、フィンランドに人生最後の旅に出る。一方、弟が怪我をした病院に駆けつけたゆうすけは偶然に、みゆきを見かけ、すべての事情を知ることとなり、みゆきの後を追って、フィンランドに向かう。 ヘルシンキ空港に着いたユウスケは一面の雪の中を長距離列車に乗り親切な地元の人の車に乗せてもらい最後は倒木のため車が通行できなくなった雪深い道を走りみゆきのいるレビに必死の思いで向かうみゆきはレビでオーロラ鑑賞の場所にいるがオーロラは見られそうもなく雪の中でただ一人で立っているそしてユースケからもらった水色のガラス玉を胸に ゆうすけ、会いたいよ。ゆうすけのことが大好きなんだよ。と思い切り叫ぶ。そんな時やっとたどり着いたゆうすけが現れる。みゆきに再会できたゆうすけは、二人が生きてる限り、恋人でと自分の気持ちを打ち明けた。みゆきとゆうすけの前に、緑色のオーロラが現れ、やがて夢のように綺麗な赤いオーロラとなり、二人を包み込む。みゆきの夢ノートには、二人でオーロラを見る。 無理かなこれは、できれば赤希望。ありがとうございます。